わあ、久しぶり。お、これこれ。おや、あそこで何やら相談してるみたいですね。結婚の記念写真を撮りたいんだね。撮影なら私のスタジオを使ってもらって構わないんだが。だけど撮影のセットとかってどうすればいいのかしら。私たちで用意するのは難しそうだし。お、ポッチャマさん来てくれたんだ。実は君にお願いがあって。こちらのリサさんと海蔵さん、二人は夫婦なんだけど結婚記念の写真を撮りたいそうなんだ。ほら、6月といえばジューンブライドだろう。毎年この時期になると記念に写真を撮っているんだそうで。ただ一つ問題があって、わしは私のスタジオを貸せるんだけど、肝心のセットを作る人がいないな。うん、そこで君にウェディング撮影のセット作りを手伝ってもらいたいんだよ。具体的に言うと、結婚式の撮影セットに必要な家具を写真映えするように配置してほしいんだ。うん、セットに使う家具はこっちでよ。お、マジで。ほうほう。とまあこんな感じなんだけど、どうだよ、お願いできれば。いいとも。本当か、今日はねこれしたかったよ。鬼切るよ。それじゃあ早速準備始めよう。さあ、スタジオに入った。入った。うん、すごい。ここはウェディング撮影専用のスタジオさ。奥の部屋の壁紙というかを張り替えただけなんだけどね。使い方は通常のスタジオと同じで大丈夫だ。ポッチャマさんには前に説明したし、今回は省略させてもらうよ。いえいえ。あ、もう結婚はしてるんや。あーね。リサッチ。なんかイライラしてきたな。あ、はいはい。ホワイトはピンクを基調としたの。なぜチャッペル。あ、わかったわかった。だからあれやね、日本風じゃなくて海外風にしろってことを言ってるやん。ちょっと待って、ヒデさんとしよう。なんか危ない感じになった。チャッペルとは、あれか、誓いのキスするところか。あー、だからロードができてるわけや。オッケーオッケーオッケー。ってことは、このロードには足一歩踏み、ここのロードに立ったらあかんもんね、僕らは。テーマはソーイングビーかな。自分が好きなイギリスのお裁縫コンテスト番組やねんけど、この一応説明すると、毎週テーマみたいなの決められて裁縫して、でなんか勝ち残りをかけて勝負するっていうやつやねんけど、完成かしら。バッチリ。あ、お、もちろん。ZR? はーい。え、映り込んだらダメなの？あ、コーズやライト。むずいな。こうかな。よし。撮れたみたいね。写真を見せてもらいたいんだけど、いいかしら。OK。
おお、ほんまに？うん。それあなたのテーマでしょ。私のテーマにはぴったりなんだけど。じゃあ自分でやればいいじゃん。最悪。あ、そうやね。ありがとう、ありがとう。毎度。いや、でも素敵なステッドやと思うけどな、我ながら。いい気持ち悪い。いらない。Ha ha!